小沢さんと鈴木さんと例えば2人とあと佐々木さんと3人とかそういう感じで考えたんですか。こんな感じなんですか。人気あるけど、女の子たち。いやいや、借りてきた。ああ、借りてきた。ああ、そういうことですか。